ンゴです。今日の動画はじゃん、こちらまたメンズ雑誌買ってきてしまいました。こちらジョーカーの9月号になります。お値段がお値段が980円で、発売日が毎月23日になります。なぜこちらの雑誌を買ってきたかと言いますと、じゃん、付録がねめちゃくちゃ良さそうだったんですよ。ダブル端子充電ケーブル&ガジェットケースだったので買ってきました。私いろんなものを充電するんですよ。カメラとか携帯とかね、あとパソコンとか。これね、私が魅力を感じたのがダブル端子充電ケーブルがついてることなのです。ということで早速開けていきたいと思います。ことなのですって言われてもって感じですよね。ちょっと熱くなっちゃいました。ということで開けていきたいと思います。3、2、1、じゃーん。お、この中に入ってるのかな。正直ね、まあケースはねどっちでもよかった。まあついてれば嬉しいけど、まあついてなくてもよかったです。で開けると、あ、これだ、これこれこれがね欲しかったんです。まずねこっちが USB ケーブルになってまして、こっちにまず1個目、 iPhone の充電器、iPhone とかの充電器と、あともう一個ね、ここによいしょ引っ張ると、見てこっちはね、私はポータブル充電器とか、あとカメラの充電に使える端子がついてるんですよ。これなんていうの、ちょっとね書いてあるので読みます。一つはね iPhone 用ライトニング端子、あとねもう一つがアイコスなんだって。アイコス吸ってないんですけど、アイコスの充電器ってこれなんだ。アイコス&アンドロイド用 USB マイクロ C 端子って書いてます。私はねこの端子カメラと持ち運び用の充電器の充電として使ってるんですけど、アイコスもなんだって。アイコスを吸ってる皆さん、これで USB で充電できますよ。なんかさ、こういうのってさ私すぐなくすんですよ。だからいっぱい持ってて損はないと思ってるので、欲しかったので買えてよかったです。まあね、こっちのケースはまあどっちでもよかったんですけど、なんかねアイコスとかがぴったり入るらしい。まあ男性雑誌なのでね、ちょっと男性っぽさはあるんですが、私はこういうケーブルのね男性っぽさとか女性っぽさとかも関係なく使えれば OK なので、使っていきたいと思います。そして次回号の紹介をしていきたいと思います。次回号の付録がじゃん、こちら。やっぱり男性っぽい、まあ男性雑誌なんですけど、ストラップ付きレザー製カードケースが付いてるみたいです。こちら気になった方はぜひぜひ店頭でチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。さっき使ってみたらいい感じでした。これさ、使えないとかさあるのかな。まあ不良品として交換してくれそうだけど、どのくらい持つかな。私はこちら持ち歩きたいと思います。